風が吹き荒れず雲はちぎれ飛ぶ立ち尽くすその時も想いは果てない。この手のひら明日に傘せ熱い線がオリンピック正式競技に天界のお皿にゃん。一人旅を続けるブルは喋る狼シンを連れた謎の少年アキラスと出会う。ストライクショットを手にしながらマシンを持たないアキラスにブルは不思議な魅力を感じるのであった。というわけで今週もチェキ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 ラッキョー。ラッキョー。え、バトルランナー。なかなかやるではないか。いや、これ式の岩一発で仕留めなくては。まあそう力むな。余計な力が肩に入ってるでござるぞ。見て俺。つや。星の入りが今一つでござった。たった一発で。これで決めるでござる。やるな、ツバメ。いや、拙者はまだまだでごじゃる。兄者はたった一発で岩を粉々に砕いたというのに、拙者は五発も。いやいや、最後のショットは実に見事であった。あの一撃の威力は拙者のショットと互角。いや、それ以上でござった。あれを極めればまさに天下無敵でござる。そんな、拙者はまだまだ未熟。もっともっと精進せねば。タタ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 、オーラはガンの住む敵の男、絶対に勝てタタタ。なんちゅうひどい歌や。ドタマかち割られそうや。ええ加減に黙れや。そもそもワイはお前に負けてへんわ。雑魚は4区超える。でかいのは口ばかりだす。何やと。ヤマトケイク誰が制服ちゃん生まれた。これやな、カニャラカニャラ。雑魚のくせに生意気だす。ヤハハハ。丸くて大きくてやばいもの。マルモンゲームラーベッチャビーダーワールドへベッチャーようこそ。ベッチャービーダーバトルレース、イベントの開始は正午からとなっております。参加希望選手はベッチャを早めに出場登録を済ませください。なおチケットをお求めの方は会場正面までお越しください。はい、どうぞ。うわ、
メタルダイヤー、すっげえすっげえメタルダイヤー、どんな弾なんやろ。きっと今まで見たこともないものがついシュートが打てるんやろうな。むっちゃくちゃワクワクするな。ダメゴロ、メタルとか言うからにはきっとメタルなんやろな。なんであろうとオラのものになる弾だす。ヤマトが足りない頭であれこれ考えても無駄だっすよ。うん、それもそうやな。ワイ頭すっからかんやもんな。ニーにもよう言われたわ。無駄に頭使う前に体動かせ。てぇ、こら待てぇ。なんだすか、アキコン頭。このダスダス野郎。あ、ヤマト久しぶりでごじゃるな。ツバメ、鉄之助、お前らも来たんか。元気にしてたか。いやー、しばらくビービーうちにこんなにツバメになりよって。意味がわからんでごじゃる。それよりお主が負けたとかいう嫌な噂を聞いたが。勝ったのはこのオラだぜ。負けてへん。嘘やホラや出前や。ヤマト、こちらの御仁は。ガンノスとかぬかつホラ吹きのヘッポコピーや。え、ヘッポと雑魚が言う。何やと。まあまあ、何せよ喧嘩は良くないでごじゃる。申し遅れました。拙者、鳥獣流を極めるべく修行中のツバメと申す者。同じく鳥獣流鉄之助でござる。以後よろしくお願いするでござる。お、僕はガンノスと言います。未熟者ですがよろしくお願いします。ガンノスは結構偉い人に弱かった。チェケニャン。何やお前、ワイの時と偉い態度違うやんか。なんで敬語やねん。だって鳥獣流ってかっこいいし、そうそうだし、偉い人かと。ならチャンピオンは偉くないんか。チャンピオンは偉いだす。でもヤマトはダメビーダーだす。何言うと、どういう意味や。カズだす、グミだす、ルル団子だす。道端の猫の糞、触るな危険だぜ。例えるなら優勝カップに溜まったホコリ、金メダルについたよだれ、聖なる世界チャンピオンの名を汚すだけのビーダー界の一大汚点だす。猫のヒーだす。